海の怪物はイギリスの SF ドラマプライミーバルの第一章第3話。2007年2月24日に ITV で初放送された。ロンドン市内の各地に後期白亜紀へ通じる時空の亀裂が発生し、調査チームはモササウルスへの対処を経てヘレンカッターとのコンタクトを取る。前話で受けたアースロプレウラによる中毒症状からスティーブンが回復する中、 市民プールで男性がモササウルスに捕食される。しかし調査に向かった際には、プールにモササウルスと時空の亀裂は、痕跡もなく、男性と同伴していた女性が殺人罪で、収監される事態に陥る。ニックは、太古の海洋捕食動物が現代に侵入したと、推測し、プールから3 0トル離れた貯水池で男性と DNA の一致する肉塊が、 発見されたことから、発食動物が貯水池に移動したこと、そして過去では一点に止まっている亀裂が現代では移動しうることを突き止める。彼は時空の断層線という理論を提唱する。貯水池での調査ではダイバーが亀裂の中に侵入してしまい、何らかの要因で現代へ戻れなくなってしまう。アビーとコナーを襲撃して撤退したモササウルスが亀裂に戻る同時に亀裂は閉じ。 断層船に沿って次の場所へ移動する。次の亀裂発生現場は民家の地下室であり、派遣された配管口がヘスペロルニスに襲われ死亡する。同時に亀裂からは貯水池のダイバーの死体が流入し、彼が HC と刺繍されたハンカチを持っていたことから、ニックは亀裂の向こうでヘレンが待っていることを悟る。亀裂に関する重大な情報を持っている。 可能性のあるヘレンの生存を隠匿していたことで、ニックと内務省は対立し、レスターは有事の際の特殊部隊の派遣をほのめかしつつ、ヘレンを直々に白亜紀から連れ戻すようニックに命じる。白亜紀に向かったニックは、ヘレンと8年ぶりの再会を果たすが、人類や亀裂に対する思想の相違から、ヘレンの同意は得られず、単独で現代へ戻ろうとする。その帰りに、 小型のモササウルスによる襲撃を受けるが、ま一発のところで、大型のモササウルスが小型個体を襲い、ニックは窒息により気絶しながらも過労じて現代で意識を取り戻す。回復したニックが目にした光景は、調査チームが民家から排斥され、家からレスターとクローディア、そして特殊部隊がヘレンを白亜紀から連行して連れ去る様子であった。日本語吹き替え声優は、 左から NHK 放送版、DVD 版の順。モササウルスとヘスペロルニスは、プライミーバルと同じく、インポッシブルピクチャーズが制作したドキュメンタリー番組、続タイムスリップ。恐竜時代古代の海へにも登場している。制作スタッフによると、第一章の制作で、最も難航したのは、海の怪物であった。貯水池と白秋の海でのシーンでは、 モササウルスを合成したショット約20枚とグリーンスクリーンに向かって俳優たちが泳ぐ約40枚のショットが要求された。プライミーバルの VFX 制作会社であるフレームストアには映画ハリー・ポッターシリーズの制作に携わったものもおり彼らの協力で制作は成功した。なお、モササウルスの撮影には模型も CG と合わせて使用された。 イギリスでは ITV で2007年2月24日に、ドイツではプロジーベンでウンターバッサーという題で2007年6月18日に初放送された。アメリカ合衆国では BBC アメリカにて2008年8月23日に放送された。日本では2009年1月3日午後4時20分から NHK 総合で初放送され、続けて次話。 堂々の悲劇が放送された。同年8月8日には NHK デジタル衛星ハイビジョンで午後2時40分から8月24日には同じく NHK 総合で午後5時5分から第2章の放送に合わせて再放送された。第3章の放送に合わせて2010年4月18日には午前10時50分から再放送された。 ウェブサイトザ・サイファイ・オンラインのポール・シンプソンは海の怪物に10点満点で7点の評価をつけた。彼は今回もプライミーバルが過去の作品に影響を受けていると指摘し、モササウルスの描写を映画ジョーズやディープブルー及びエイリアン4になぞらえ、音楽までもジョン・ウィリアムズをオマージュしていると述べた。彼はアビーとコナー及びスティーブンの三角関係に 新たな動きが見られたこと、そしてヘレンが本格的に姿を現したこと、クローディアとニックの対立が匂わされているなど大きく展開が動いたと指摘し、ヘレン役のジュリエット・オーブリーの演技が戦士時代に立脚していると称えた。恐怖でソファーの裏に隠れるようなシーンがあるもののコメディで緩和されているとも彼は主張した。メールオンサンデー氏は海の怪物に星4つをつけた。 カッター夫妻の時空を超えた話し合いや若い調査チームの三角関係を例に挙げてロマンスもしっかり描写されていると述べた上でモササウルスを主軸に展開されるモンスターアクションが本作の目玉であると主張した NHK の公式サイトには体調と表記されているが正しくは前兆であると推測される怖がりながらテレビを見る様子のことイギリスの SF ドラマ ドクター風に由来する言葉、ありがとうございます。